今回はこちら禁断の果実を使ってトリビアとバトルしてみたいと思います。気持ちをコロッと変えてしまう禁断の果実、どんな妖怪とも友達になれてしまう、やばい。こちらバスターズトレジャーでヌーパーツを鑑定してゲットできます。トリビアは確かヘリコプター乗らないといけないんだよね。禁断の果実で一発でゲットできたら苦労ないよね。ゲットできんのかな。ダミアン農場のこの畑の中に雑学。トリビアさん、君知ってるべや。僕はメリケンレジェンドのトリビアべや。冒険にちょっと役立つトリビアをいっぱい知ってるべや。トリビアっていうのは雑学や豆知識のことべや。例えば信号を無視し続けると怖い妖怪がやってくるべや。そうだね、ナマハゲとか。僕はこういうことに詳しいんだ。もっといろいろ聞きたいべや。うん、聞きたいなら僕とバトルべや。勉強熱心なのはいいことべや。よし、本気でいくべやよ。今回ブシニャン3体使います。まずですね、鉱物をチェックすると、牛乳、ほいで、さっき見てたこれ、禁断の果実あげてみます。どう？へぇ、美味しい、だって。あ、ブシニャンの必殺技が打てない。攻撃範囲に入ってないんだよな。参ったな。場所を移動してくれないと当たらない。雑学。トリビアさん、頭の上に鳥が。あ、やばい、ブシニャンやばい、左のブシニャンやばい。真ん中のブシニャンはレベル99だから多分大丈夫だと思うんだけど、左のブシニャンやられる。ちょっと様子見よう。武士の情け。あ、そこいいね。ちょっと待って。必殺技バシコンと当てときたいな。カツオブシ切りトリビア、これで撃破なるか。めった切り。勝利。禁断の果実をあげてトリビアさん一発ゲットなるか。きたー、すごいな、禁断の果実すげえな。君って強いんだね。これは新しいトリビアを発見したべや。トリビア、やったー、メリケンレジェンドのトリビアさんゲット。君ってこんなに強いベアね。そんな戦い方があったなんて、新たなトリビア発見しちゃったベア。